こんばんは。ウェザーニュースキャスターの松井彩香です。全国の明日の天気をお伝えします。太平洋側ほど明日もよく晴れそうです。ということで、九州から太平洋側は太陽アイコン、晴れアイコンが並びました。明日も日差しがしっかりと届きます。ただ西日本から東海を中心に前日よりも気温が下がるので、日ごとの寒暖差にはお気をつけください。日本海側では雲が広がりやすくなります。西日本の日本海側は午後に雨の降ることがあります。北陸から東北では一日を通して雨や雪が降りやすく、強雨や雷雨の恐れがあります。また突風やあられにもお気をつけください。北海道でも日本海側から雨が降り出し、道東でも午後には雨具の出番となりそうです。日差しがないところでは寒さが続く一日となりそうです。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。